ドジャースの大谷翔平投手30が15日、日本時間16日に自身のインスタグラムを更新。両リーグで決出した打者を選ぶハンク・アーロン賞など3冠を獲得したことを報告し、感謝を記した。写真、ドグンカメラマン大谷翔平マミコさんが片寄せ合う家族ショットヒロマミコさんはデコピンを抱っこ。大谷はハンク・アーロン賞のほか。 最優秀指名打者に贈られるエドガー・マルティネス賞、今季活躍した選手をファンと専門家の投票で選ぶ、オール MLB チーム、も4年連続4度目の受賞となり、1日で3冠獲得となった。大谷はインスタグラムに今季の活躍をまとめた動画を投稿し、サン u ユ o l l o ール u f ユ l o v e b ベ s b a l l 野球を愛する皆さん、ありがとうございます、とファンへ感謝の気持ちを綴った。 動画には大谷が愛犬、デコピンを抱っこする様子や、妻、マミコさんが大谷の母、加代子さんとハイタッチをして喜ぶ様子も収められていた。この投稿には世界中のファンがコメント、たくさんの感動をありがとうございます。遠く日本からずっと応援しています。などと書き込まれたほか、デコピンロスの中インスタ更新嬉しいです、マミコ夫人も少しいや、ちょっと。 イヤオーリーを探せくらいでも拝見できたらもっと嬉しいです。と言ったマミコさん、デコピンの登場をリクエストする声もあった。